誕生日をジャニのチャンネルで祝ってもらった山田涼介さんを鑑定してみます。今回は、鑑定の手順を解説するために、履歴から呼び出すのではなく、一番最初の登録から鑑定を始めたいと思います。まずは、漢字の名前を山田涼介と入れます。 金部分をタップすると、自動的にシステムが予想した読みが表示されます。山田亮介とちゃんと出てますね。ここで読みが違う場合は訂正をします。読みは後で履歴を検索する時に必要になりますので、必ず正しい読みで登録してください。次に、生年月日を入力します。 199 9月と日が1桁の場合には前に0を入れる形このような形で入力します山田さんの生まれ時刻は不明ですのでそのまま空欄で結構です女性男性の選択ボタンがありますので男性をタップします 鑑定日を確認して、更新ボタンを押します。中心性が空欄の名刺表が表示されました。この年の山田さんの中心性は、今、3号会局がありますので、合材ということになります。では、合材の中心性ボタンをタップします。 中心性が指定・変更更さされれると同時に、に新も自動的にされています。では履歴管理というところの新規登録ボタンをタップしてこの名刺表を履歴に登録します履歴一覧に登録され一番下に表示されます戻るボタンをタップして名刺表に戻ります ここまでが新たな鑑定データを入力して履歴に登録するまでの一連の手順になります。これで鑑定の準備ができました。山田さんは2021年5月、中心性合材年運欠陥は食人ということになります。では次に鑑定日を2022年2月に変えてみます。 このシリーズの動画では当年以外の鑑定日を指定する場合は必ず2月に指定していますがこれは2月の立春から新しい年が始まるためです更新ボタンをタップすると2022年は3号会局が解消されています中心性の候補は棄権と生還の2つになります 相国シートを確認してみますと、陰の生還、陽の被験を無常に告してはいません。要するに友情の告というもので、この場合は両方とも中心性候補として残ります。次に、大運通編、偏在から無常に告されていないか確認します。両方とも全く告されておりませんので、 これも中心性候補として残るということになりますね。では、大運の季節をチェックしています。大運地は虎、つまり春の季節になり、テキストを見ると、その季節の間は木極の木の絵、木のとになります。危険の増勘はの絵、つまり金極ですね。 それから、聖寒の転換は日のと、つまり下極ですので、どちらも大運の季節に応援はされていません。次に、大運知子との相乗相国を確認しています。テキストの相乗のところを見ると、大運知子、虎は木極で、聖寒の 天冠、日のとは華局ですので、目、将下で、静観は応援されていることになりますね。大雲智事の黙局に華局である静観は応援されているということになります。また、被検は近局で応援されていませんので、消去法で、中心性は静観ということになります。 2022年2月、中心性静涯、年運血管は合剤ということになりますね。今回は鑑定の流れを解説するために、鑑定内容は省きましたが、一応山田さんの今年と来年について一言言いますと、2021年は、 順調発展の年で目上からも周囲からも評価が得られる良い運です来年2022年右か左でいつも悩む年さらに大運年運に策略の星防針が重なっていますので策を浪したことが悪く働く可能性があります 今年は非常にいいんですが、来年はちょっと要注意だと思います。今回はここまでです。